はい、BK097 のウォータープルーフアドベンチャーショートブーツですね。ちょっとアウトドアごめんなさい、アドベンチャーっぽい感じの、オフロードですね、オフっぽい感じのミドルブーツになります。はい、こちらがですね、サンプルになりますので、ここにロゴ入っちゃってますけど、本生産のものはこちらにロゴが入ってないのでご注意いただきたいなというところですね。このバックルとラチェットで、締め上げるという形になっています。こちらも防水構造の靴ですね。はい、かかとのところには後方視認性を高めるリフレクターが入っておりますと。でこちらですね、アンクルパッドも入っていて、くるぶしの保護も考えられていますね。でシフトパッチをつけていて、はい、こちらもレザーと合皮をコンビネーションさせたアドベンチャーブーツになります。はい、ちょっとグッドイヤーウェルト製法のね、靴っぽい感じの縫製になっているので、こういったですね、その組み合わせも新しいんじゃないかなと思いますので、はい、一度ご覧いただきたいなというところですね。はい、でラチェットタイプなので、このようにですね、簡単に外していただいて、こちら防水のフィルム入ってますので、はい、こちらのマチがついておりますと。でこれでラチェットで、簡単ですよね、こうやってカチカチと締め上げていただけるので、装着も簡単な形になっております。はい、こちらも防水ということで、はい、このようにですね、本来はもうちょっと長時間つけるんですけど、はい、このように水につけても内部まで水が浸透しないと。こちらもですね、あんまりその内部ですね、防水フィルム、裏地の方の防水フィルムと外側の素材の間をですね、水が伝ってこの内部の方まで水が浸入してしまうってこともあるので、あまりですね、長時間強い雨とかですね、あまりこの水たまりに入りすぎちゃって水が浸かりすぎちゃったりすると、内部まで水の浸入する恐れがありますので、そちらご注意いただきたいなというふうに考えております。はい、このようなですね、なかなかシャープに仕上がった、ちょっとオフロードテイストの入ったショートブーツになります。ショートなのでね、結構使いやすいんじゃないかなと思いますので、一度ご覧いただきたいなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。